北川社長ってさ、なんで奈々ちゃんにアクセスしてきたのかなって、はい、自分のね投資してる人以外にはアクセスしてはダメだっていうルールがあるんだよね。これそれこそみんなそれ守ってるんだよ、トラブルの元だから。でも北川社長から多分奈々ちゃんにアクセスしてきてるよね、はい、北川社長の出会いはオフ会みたいなのがあって、あ、はいはい、レイバントラオフ会みたいなのが去年やって、そこで北川社長とお会いして、で北川社長からクレープ大丈夫ですかとちょっと心配の声をかけていただき、うん、嘘つけないじゃないですか。それで実はあんまり良くなくてっていうことを言ったら、うん、やっぱりそうですかと、ちょっとすごい心配してくださってて、その流れで名刺交換をさせていただいて、数日経ってから私の方から相談があるんですけど、こうやって聞いてもらってもいいんですかねって、まあ、竹野社長にはなんかのことなんで、ちょっとすいませんまだ秘密でお願いしていいですかっていう感じでちょっと相談をしてしまいました、うんうん、そこでね、北川社長は本来であれば断らないとダメなことだと思うんだよね。僕はそう思うんだよ。私から言ってしまう、私から言ったにしても僕は断るから。だってそれはそうじゃん、人が投資した人たちの相談に乗るってことは自分は絶対解決できないし、そこに口出すことはできないっていうルールの中で絶対僕は受けないんだよね。それはこれはもう絶対なルールだと思ってるからさ、それだったら岩井社長に相談した方がいいんじゃないですかとか、神田美月ちゃんからの連絡、うん、竹野社長お受けしてたのあれは何だったんですか。神田美月ちゃんか、神田美月ちゃんは、神田美月ちゃんは聞いたんですけど、神田美月ちゃんは岩井社長の許可を得て僕にアクセスしてくれてます。なるほど、じゃあ私も岩井社長に相談してから。そうです、それを北川さんに相談に乗ってもらっていいですかって聞けば、それは主催が OK だったらいいでしょ。神田美月ちゃんが僕にアクセスしてきた時にごめんなさいと、僕人の志願者の方とお話しすることはできませんって言ったら、いえ岩井さんにもちゃんと許可を得た上での話ですって言われたんで、あ、それだったらいいですよって言って、はい、僕は相談に乗ることにしたんですよね。私が悪いですね。これ許可を、私が岩井社長に許可を取った上で北川社長に相談をすればよかった。そうだね。で、ただまあさ、はい、やっぱり人に相談するときって僕のイメージもやっぱり悪くなるじゃん。僕と話し合えばいいだけなんだけども、僕と話しづらいからって言って、じゃあ北川社長に話した。だから北川社長なんて思うって。じゃあ北川社長は北川社長で、竹之内って悪いやつやなって思うかもしれないよね、その奈々ちゃんの一方的な話聞けば。北川社長は別に僕にそれは相談しに来ることもなかったわけだし、僕に言ってくれることもなかったよね。そういう相談を受けてるんですかっていうのはもちろん秘密にしろって言われたから言ってないし、でそれがまた今度北川社長が、動画でこういうことを相談を受けてましたとかって言われてしまうっていう、いやいやいや、それも俺ら解決してる話じゃんっていう話じゃんか、だからそういうことになっちゃうよねって話なんで、僕はやっぱりあんまり良くないなと思う。高川さんのことはね、僕も別に悪く言うつもりないんだけど、あんまりルールには守ってほしかったよねっていう感じはあるっていう。